円の,のおのおろが助けてくれたから金の今月14日史上最高値の1ム9 6 0 0円台をつけコロナ禍前の倍近い価格にその影響はあの人たちのバッチにも税込みで 五万七千四百二十円になります。人の注目を集める。金。その今を追いました。おお。見た目以上の重さ。重さは二百三十五グラム。お値段およそ五百五十万円の。金の兜です。 名古屋市中区にある銀座田中来月5日の単語の節句に合わせて純金の兜がずらりと並んでいます売れ筋は40万円から50万円の価格帯価値が安定した資産として買う人が増えているといいますおじいさまやおばあさまがお孫さまのためにご購入されるケースが多いですね まあい,ざというときのために安心感のある財産の一つなのかなと、今から20年ほど前ですと、1000円台で停滞しておりました、今のこの状況を、正直言って想像はできていませんでした。その一方で。お持ちの金を売却さされれるる方、方手放される方は確かに多いです20年前の9倍もの値上がりの中、売る人も増えています。 宝石貴金属の買い取り販売などを行う、名古屋市中村区の米表4月中旬時点で、宝石金属の買い取り実績が、2週間前に比べて、約2割ほど増えておりますこの日も、指輪やネックレスなどの金製品を持ち込む多くの人が。 い,、ね、させていただきます。こちらの女性が持ってきたのは、2、30年前に手に入れたという金貨型のジュエリーや。ブレスレット、イヤリング。ずっと、多分、眠ってて。今、金も高くて。 まあ、高いうちに、売ってちょっとお小遣いにしようかなと思ってきました。三万円ほどで売れたらと期待をかけていますが。本当レポータルでいくと、あの、十三万一千円。こちらが買い取り金額でとります。すごい高くなってますね。なんと、十三万超え。予想をはるかに上回る結果に、思わず笑みがこぼれます。<laughs> ちょっとずっしりお財布が <laughs> 重くなりました <laughs> よかったですホクホクですお財布を新調しようかなと <おう S 1> 続いて自営業の男性持ってきたのは50点にも及ぶ指輪やネックレスなどですうちのおの型見というか使ってた,たもんですな<ー>くなったんですよ 2, 2年ぐらいかなああ 金は今はいいから、どちらかと金があればね。母親の遺品整理で訪れたといいます。金かどうかもわからないものもたくさんあるといいますが、はい、えっと今このタケノコに並べたお品物がお値段おそらくお出しできるだろうなというお品物になります。値段がつけられると残ったのは。 半分以下の20点果たしてこちら全分のお買取の金額がこちらで7200と1500円のお買取の金額になります金製品で419,000円,で 19, 円残りはプラチナ製品で

議会議員に当選したことを証明します今月十四日愛知県議会議員の当選証書授与式当選議員に支給されるのが議員の象徴でもあるバッチこのバッチ青い布地以外は金の塊なんです現在議員バッチ一ついくらになっているんですか税込みで 五万七千四百二十円になります。今回は一つ五万七千四百二十円。前回四年前の選挙後にも同じものが配られましたが。それは三万三千六百九十六円。実に七割もの値上がりです。議員百二人で。 締めて五百八十五万六千八百四十円。前回の総額がおよそ三百四十三万円などで二百四十万円もコストが上がったことに、もちろん税金から出されています。金の高騰部分に関しては認知はされていたんですか。されていたとは思います。金の上昇分に。 限って、はいえー、そのようなお話し合いは議会等でもなかったということですかあ、今回は特にしておりませんバッジの使用が決まったのは今から60年以上前の1959年金属部分は単に金色となっていますがメッキではなく18金が使われています過去には24金の時もあったといいます 結構高額な議員バッジメッキにするなどの見直し案は議会からは出ていませんすみません今日はよろしくお願いいたしますそこで今回三期目の当選を果たした正木理科議員を訪ねましたお胸には議員バッジが、はいはい、これは今回いただいたもの今回いただいたものですね<ー>、はい、当選省省正木理科 正木県議は三期目。これまで議会から配られた、三つの議員バッジが手元にあります。これが五万円以上になったことについては。全然知らなかったです。はい。ちょっとお高いなっていうのが率直な感想ですけどね。はい。議会改革かもしくはね、あの私たちの一般質問で。 まあそういったことを取り上げるということもありますので今後は早めにね自分たちのこれをどうするのかっていうのは決めていくべきかなっていうふうには今感じてますけどねコスト削減できるならできるだけ抑えて作った方がいいんではないかと私は思いますけど実は金の高騰を受け今年から議員バッジを見直した議会がありましたそれが 滋賀県です純銀に金針を加工したものに使用を変更させていただきました滋賀県議会ももともとは愛知と同じく18金を使っていましたが今回土台部分を銀にして表面に薄い金箔を貼る金針に議会自ら見直したのですそれで 1個6400円200万円の節減効果が見込まれたと考えております愛知も見直すべきか現状維持か次の選挙は4年後です社会を揺り動かす金の高騰1グラム1万円を超える日も来るかもしれません